関西水力電気株式会社は明治後期から大正にかけて存在した日本の電力会社である。関西電力送配電管内にかつて存在した事業者の一つ。本社は奈良県奈良市で同市を中心に電気を供給した。設立は1905年。1894年に開業していたなら、電動株式会社の事業を引き継ぎ、社名の通り水力発電により、 事業を拡大した。大正末期から昭和戦前期にかけての大手電力会社東方電力の法律上の全身会社であり、1921年に名古屋市の名古屋電灯を合併して関西電機となり、翌1922年には九州電灯鉄道などを合併して東方電力へと解消した。本校では名古屋電灯と合併するまでを中心に扱う。 関西水力電機の前身奈良電灯は1893年6月19日に設立。翌1894年5月22日付で奈良県から営業許可を得て同年10月1日に開業した。供給区域は奈良県の内添上郡奈良町と佐保村で奈良県下で最初の電気事業者であるとともに、 日露戦争前の時期に開業した唯一の事業者である。電源として1500四十の4 0ット発電機を備える火力発電所を設け、開業時は170個の需要家に電灯300灯を取り付けた。先行する関西の大阪電灯、京都電灯、神戸電灯といった電灯会社とは異なり、奈良電灯の場合は電灯需要が伸び悩み、 日清戦争後の燃料石炭価格高騰も手伝って業績は低迷した。業績低迷を反映して、資本金は設立時の5万円のまま増加しなかった。開業翌年に当たる1895年時点での代表者は専務取締役の梅田春穂。この段階では、取締役、監査役系5人のうち4名が奈良町内の人物である。一方、 関西水力電機への譲渡直前に当たる1905年の段階では、社長の佐野正道以下取締役、関西役全員が大阪府の人物であった。1905年11月29日、水力発電事業を起こしその電気を、奈良市とその周辺へと供給する目的で、関西水力電機株式会社が設立された。設立時の資本金は15万円。 発起人は、森久兵衛、加納義兵衛、寺田元吉、田中善助ら計7名。発起人のうち田中善助の電気によると、奈良電灯社長、佐野正道が、岩倉水電の発電所を訪れ、田中に奈良への送電や奈良電灯の事業売却を持ちかけたことが、会社設立の発端という。関西水力電機は設立と同時に、奈良電灯から事業を継承した。 奈良伝統は、翌11月30日付で解散している。継承時の成績は、需要過数、約250個、伝統数700頭前後であった。電源は、奈良伝統時代のままの火力発電であり、採算が合わないため水力発電所の早期建設を目指すが、会社設立に際して立案されていた山部郡畑の村に傷がは、 支流ナバリ川を用いる出力3 0 0ットの発電所を建設するという計画は、水上交通に支障をきたすという地元の反対で不可能になってしまった。大体地の調査の結果、ナバリ川よりも下流川で木津川に合流する布目川に着目し、1906年3月に京都府へ水利権を申請する。だが、布目川もセリネ会社があり、 水利権が容易に許可されないため再び方針を転じ、布目川の西を流れる白社川での発電計画へ変更した。白社川では地元の賛同も得て、奈良県からも早期に水利権を許可された。また、布目川についても競り願い者の撤収によって水利権を得た。1907年9月、添上郡京川村に、 出力 200kW の白社川発電所が完成し、奈良市と郡山城への送電が始まった。火力発電から水力発電への転換に伴って、電灯料金を大幅に値下げしたため需要は急増し、200kW の発電力を消化する見込みとなったため、京都府相良郡笠木村の布目川発電所についても、建設を急ぎ、翌1908年11月に完成させた。 完成後、奈良、氷山以外にも1909年2月に、市の元町、丹波市町、翌年7月にも田原元町などへ供給を拡張。そのため1910年10月に布目川発電所を増設している。設立時15万円であった関西水力電機の資本金は1908年上期50万円、1910年下期100万円。 1913年下記150万円、1917年上記300万円と増加。さらに1920年4月の増資決議により450万円となった。その間、関西水力電機は2件の事業を買収した。1件目は、初瀬水力電機株式会社である。同社は1909年9月26日、県中部の季郡初瀬町に、 地元有志や川北秀浦の発起によって、資本金15万円をもって設立された。低新省の資料によると同社は、初瀬川の水力発電を電源に、翌1910年11月16日に、開業している。供給区域は、初瀬町の他桜井町や八木井町、今井町、高田町などで、その内八木、今井、高田の3町は、同年7月から供給を始めた。 関西水力電機の電力供給区域でもあった。こうして狭い範囲だが事業地域が重複したため、同一地域での競合は、双方に不利益をもたらすとして、県知事の圧戦で両者の統合が決まり、1911年3月17日認可で、関西水力電機が事業を譲り受けた。続いて1914年7月1日認可で、橋本電機、 株式会社から事業を譲り受けた。同社は和歌山県伊藤郡橋本町の会社で1910年8月17日に資本金5万円で設立、翌1911年9月11日に開業した。供給区域は橋本町とその周辺で、自社区域とは離れていたものの高野山と山の用路にあたり、鉄道の便もよく、 将来有望な区域であるとして買収した。買収後、ガス機関による内燃力発電から電源を、千早川が水力電気からの受電に切り替えるなど事業を整備したが、2年後の1916年3月、橋本地区の事業を大阪と橋本を結ぶ電気鉄道を建設した大阪高野鉄道へと譲渡している。発電所については、 1913年5月第4発電所として、八木町に出力3 0 0ットの予備火力発電所が完成した。さらに1919 19年末時点では、布目川発電所が発電機3大体制の出力9 0 0ットとなっているほか、第5発電所として、京都府相良郡上駒村に出力1 5 0 0ットの火力発電所が完成している。 この1919 19年末段階では、奈良県宇田郡三本松村にある室生川の水力発電所は未落成であるが、翌1920年8月に運転を開始している。名古屋伝統社長、福沢ももすけ1921年3月末の時点で、関西水力電気の供給実績は、伝統取付数106,913棟。 電力供給2131馬力であり、供給区域は、奈良市を中心に一部京都府にもまたがる80、市町村に及んでいた。しかし、第一次世界大戦の影響を受けた、需要増加の一方で経費の高騰を招き、特に資金面では苦境に陥った。関西水力電機では、京都の有力電力会社京都電灯や愛知県、 名古屋市の電力会社名古屋電灯と合併交渉を行った結果、1921年3月31日、名古屋電灯との間に合併契約を締結した。名古屋電灯は1920年により、周辺事業者の合併を積極化しており、1921年までに同じ愛知県内や隣の岐阜県の事業者、経力者を合併していた。 一連の合併後の名古屋電灯の資本金は4848 48万7250円であり、関西水力電機は当時資本金450万円であったから、関西水力電機よりも10倍以上規模の大きい会社であった。また設立は1887年、開業は1889年で、旧奈良電灯よりも歴史が長い。社長は年より、 福沢桃ケが務める。名古屋電灯との合併は、規模の小さい関西水力電気側を、存続会社とし、名古屋電灯側が解散する逆さ合併であり、関西水力電気は、資本金を450万円から6914万9650円へと、増資し、増資額6464万9650円に、 対する新株1292,993株を発行。これを名古屋電灯の株主に対し持ち株3株につき4株の割合で交付するという合併条件であった。合併は同年4月28日に名古屋電灯側、29日に関西水力電機側の株主総会でそれぞれ議決される。合併決議の総会にて関西水力電気は 決算期を3月9月から名古屋伝統と同じ5月11月に変更し、福沢駅名古屋伝統の全役員をそのまま役員に加えている。その一方、関西水力電機の従来の役員は同年9月23日付で辞任した。合併については1921年9月14日に低新省の認可が下り、同年10月18日に実行に移されて名古屋伝統は 解散、同時に関西水力電機は社名から水力を外して関西電気株式会社へと解消した。このように手続き的には関西水力電機が名古屋電灯を合併した逆さ合併であるが実態としてはその反対名古屋電灯による関西水力電機の吸収であった。本店については合併が成立した当日の株主総会にて 社名変更とともに、名古屋市への移転が決定されており、関西電機は本社を、奈良市ではなく、名古屋伝統時代のまま、名古屋市新流町に置いた。役員も、総会にて、関西水力電機から加納義瑠が、取締役に選出された以外は、名古屋伝統時代のままであり、経営陣は、社長、福沢桃介、副社長、下出田美義、常務、角田正隆。 神谷拓夫といった顔ぶれであった。なお、名古屋電灯との合併契約締結後、関西水力電機は1921年5月16日付で、千田電機と、同年9月1日付で天竜川水力電機と、9月2日付で、山城水力電機とそれぞれ合併契約を締結した。三社のうち山城水力電機のみ、関西地方の事業者で、京都府南部の相柄郡。 鈴木軍を供給区域とする。従って、関西電気の関西進出は、関西水力電気、山城水力電気の二者合併によるものといえる。関西電気成立後の1921年11月に、千田電気、同年12月に天竜川水力電気、翌1922年3月に、山城水力電気との合併がそれぞれ低新省から認可されている。 1921年12月23日、関西電機では、社長の福沢桃介と副社長の下出民吉が揃って辞任し、九州電灯鉄道で社長を務める伊丹谷太郎が、新社長に、同社常務の松永安左衛門が新副社長にそれぞれ就任した。2日後に、関西電機は、九州電灯鉄道との間に合併契約を締結。 翌1922年5月31日に合併認可を得て、中京、関西、九州の3地域12府県にまたがる、資本金1億円超の大電力会社へと発展した。さらに6月26日付で、関西電機から東方電力株式会社へと社名を変更している。東方電力の時代、奈良市には同社の奈良支店が置かれ、 旧関西水力電気区域と旧山城水力電気区域を所管した。1930年になって、奈良支店と三重県の四日市支店管内の事業は、和歌山県の京阪電気鉄道和歌山支店とともに合同電気へと統合されたが、1937年に同社は東方電力に合併された。その5年後の1942年、戦時下の配電統制により、 東方電力奈良支店管内は関西配電の所管するところとなった。1921年3月末時点における供給開始済みの伝統電力供給区域は以下の80市町村である。関西水力電機が運転し東方電力へと継承された発電所は以下の通り。 上記録発電所はいずれも1930年の東方電力奈良支店の合同電気機管に際して同社へと譲渡されている。合同電気が東方電力に合併された後、稼働を続ける室、笠木、白社の3発電所は1942年さらに関西廃電へと引き継がれ、1951年には関西電力設立とともに同社へと渡った。 ありがとうございます。